はい、皆さん、こんにちは。愛いできてる。今回はね、ブルーでーす。えー、ということで、もう最近ですね、もうね、本当にカラフルになってきました。ということで、黒にグレーに、今回のブルーにピンクに、黄色に焦げ茶に緑みたいな感じでね。えー、と、まあ、そんなような感じで、本当にね、信号機どころじゃありませんけども、いろんな、いろんなね、色の T シャツ、実際のシャツを着てるというような感じなんですけども、 はい、えー、今回はいず,いずれにしてもですね、ブルーな気持ちになっちゃうわー、みたいな感じの話題です。いやね、本当にね、毎日毎日ね、いろんな話が出てくるなということで、特にね、この一週間ぐらい私も呆れておりますっていう感じなんですけども、はい、えー、本日はですね、木曜日。木曜日というとですね、えー、女性セブンの発売日なんですね。 で女性セブンというとですね先週ねあの例のお船さんですね経費廉価の実定のお船さんのビジネスパートナー M さんというふうに言われておりますけどもまあ実際峯岸さんというね方みたいですけどもね、えーまあ、実際に逮捕されちゃったよみたいなね話をねすっぱ抜いてねお女性セブンやるじゃないみたいな感じだったんですけども今週は今週でですねまたなんかね新しい話をね え記者の方が出してます。まあいろいろまたね例のごとく KN 町関係者に聞いたりだとかっていうような話なんですけど今回はですね庁の人事に関すするような話で,すで1月の、ね、新しい人事に関してですねまずね表紙はこんな感じ。でですねこの、えー、表紙の通りなんですけどもえー、何、えー、このやっぱりね注目してほしいのはね一番上のところですね。 マコ、えー、ちゃん帰ってきてみたいなね、えー、感じですよ。<laughs> エムコちゃん帰ってきてというようなことで経費伝家がねもうとにかくね帰ってきてほしいのみたいな感じでですねマルヒの今度外交ルートを使うよみたいな何の話やみたいなね。というようなことでですねまたいつものごとくなんですけどこんな感じでまとめましたというような感じです。で、えー、まあねまた、えー、本日出たばっかしのね、えー、週刊誌情報ですので まあ私の方からはね、またかいつまんでお話を、えー、しております、えー。本日発売されておりますので、えー、気にかかる方はですね、またあの、コンビニ GO みたいな感じですけど。 ですけどね、まあ、今朝方ね早くおそらくねコンビニ GO っていうような形でですね、えー、例えばね「文春」だとかね「えー、新潮も今日出されておりますのでかなりの方がねご購入されてるんじゃないかなっていう感じですけど特にね「文春」なんかねそれこそ、ね、それこそですね今日あたりの発売の「文春」はね売り切れちゃうんじゃないくらいねちょっとね衝撃的な話だったですよねで今回もまたね新たに変なねもうブルブルの話題だっていうことで今ご覧になってもらってますけども はいえ、今回はね、どちらかというとね、経費電化のお話。まあ、経費電化というか、やっぱりエヌメご夫妻ですね。の話なんですけども、特にですね、経費電化がとにかくですね、エムコちゃんに会いたいのよっていうことで、もうとにかくね、今使ってるね、外交ルートというかですね、外務省があんまり役に立たないから、もう新たにですね、また人件費使うみたいな話ですよ。で、丸日秘の外交ルート使うよ、みたいなね。 またかよみたいな。またわがままな話みたいなね。また何いらないような人件費使うのみたいな。そんなようなお話です。でですね。まあ、いつもの通り、過剰書きにね、簡単にまとめておきましたけど、本当にええ加減にせよみたいな感じですね。えー、まずですね、今現在のその KK 夫妻の動向、特にですね、えー、年末年始に帰ってくるんじゃないのとかですね、あの KK 息子の合格を受けてね、 えー、まあその報告じゃないけど帰ってくるんじゃないのっていうことが言われてましたけど結局帰ってこなかったよねっていう中でですね、えー、要は江ノ宮ご夫妻もね実際に本当いつ帰ってくるのか経 k 不妻の動向があんまりつかめていないんじゃないかみたいなね話ですで、えー、ただしですねあのちょっと2行目ぐらいにはねもうなんかイライラするようなことが書いてありますけどもえむこさん まあ、経息子はほっといたとしてもですね、特に M 子さんに関しては、今現在もね、天皇陛下の姪である、これも確かに事実ですというようなことだとか、もしくは将来の天皇のね、姉、これ将来の天皇というのは暫定ですね、はい、暫定の将来の天皇の姉であるというようなことは事実。 というようなことを考えるとですね、ここにね、胸クソ悪いことが書いてありますが、え、ニューヨーク総領事館がサポートするのは当たり前当然。なんで当たり前なんですか一般国民でしょって話ですよね。もうずっと前から言ってるような話だけど、なんで当たり前なんですかみたいな。なんで当然なんですかって、ほっときなさいよって話なんですけどね。でも、案の定今回の記事もそんなこと書いてるって話です。えー、でですね、えー、 まあその中でですねさっきちょっとねちらっと言いましたけどどうもね永遠の宮ご夫妻に関してはこの M 子さんの状況だとかまあ KK 夫妻がねいつ帰ってくるんですかっていうことの情報があまりつかめてないなぜかというとですねまあ経営庁の関係者が言ってるっていう話なんですけど特に永戸宮様に関してはですねこの外務省出身者に関してあんまりねえー、重きを置いていないらしいんですねまあでもですねあの例のね あの森幹夫さんですね、総領事、新しい総領事の方がですね、実際、渡米される際にですね、わざわざ会ってますよね。しかもね、以前ですね、そのアフリカでね、ご一緒したっていうようなこともあってですね、顔見知りなわけですよね。決してですね、このね、重きを置いてないってことはない,ないとは思いますけども、まあ、ただそういった中でね、この記事の中、要は経営庁関係者の人はそんなことを言ってるらしいです。 あんまり外務省出身者はね、あんまりね、えー、重宝されてないんですって、重要と思ってないんですって、本当かねみたいな感じですけどね。で、そういった中でね、特にその経営、経営不在の動向をやっぱりですね、知るには、 シカコ様がホットラインになっているらしいんですけども、かたやですね、そのしかも、シカコ様に関しては、もう皆さんあのご存知かもしれませんけども、これ確か、これも確か女性セブンじゃなかったかな 2, ?2、3週間ぐらい前のね、ちょっとね、どこがね、えー、伝えたかちょっと忘れましたけど、 要はね今現在のそのねあれ9億8,000万だったよね、まあ、約ね10億円かけたですねそのご家具書ご家具書にね一人住まいをするんじゃないのというようなことでえ10億円の一人の豪邸みたいなねそういったような以前記事もありましたね。 なんかそんなようなことも言われているというようなことになってまあ結局仲が悪いとか一人暮らしをするっていうことになると今まで以上に会話,会話もなくなっちゃうというようなことで特に経費殿下に関しては「えみこちゃん会いたいわ」というような中でですね、えー、そういったじゅ情報も入らなくなるそれは困るなということで何を考えたかっていう話です。でそれがちょっと後半に書いてありますけども、えー、1月のね経営委長の人事で この新しくですね、御用係に、えー、どうもですね、穴で添乗員をやられていたようなね、えー、人、えー、まあ、愛さんと言っておきますけどね。えー、まあ、これ名前も出てますけどね、記事だからね。一応愛さんと言っておきます。えー、名前もちょっと丸つけときましたけどね。このね、今お見せしてる中ではですね。まあ、愛さんという人をですね、どうもね、 用したというかですすね採用したようで,すでこの方がね ANA 出身 ANA 出身のですね国内線国際線にも非常にね、えー、まあ活躍をされたようなですね大ベテランのキャビンアテンダントの方だったという話ですで接客能力はもちろんのことですね語学力も非常に素晴らしいというようなことで新しく御用係として採用されたということらしいですで実はね このイさんに関してはですねどうもそのねえーみやけへ専属の御用係らしいですよとでさっき言ったようにですねちょっとなんかあんまり当てにならない外務省ルートだけじゃなくてねさまざまなこういったね元キャビンアテンダントの人のルートを使ったようなさまざまなこの外交ルートをね使ってこのエム子さんの状況経験不んの状況をねより把握したいねと で、具体的にね、帰国するというようなことになった場合のね、お世話するのにも非常に役に立つでしょう、みたいな感じで、この愛さんをね、採用した。しかも、永遠の宮家の先祖みたいですよ、っていうような話です。要はちょっと下の方に書いておきましたけど、とにかくね、経費殿下が、私はとにかくね、エムコちゃんに会いたいのよ、みたいなね。そんなようなことで、またわがまま人件費使うの、みたいな感じですよ。もうなんかさ、 あの、これ本当、この記事が本当だったらっていう話ですけどね。もう本当にこういったような話でね。野宮家専属のですね、その新たに人件費をね、使う。もうね、どう、こういったようなことに関してね。 普通、例えばですね、例えば企業経営者だとかね、そういったようなことになると、人一人雇ったらどのぐらいかかるっていうことをすぐに計算してね、で、それが、えー、その、例えば一般企業であれば、そういったような企業にどのようなね、収益っていうかね、えー、まあ、経費の影響を及ぼすかっていうことをね、えー、経営状況も含めて考えるっていうようなことなんですけど、もうはっきり言ってですね、この三宅に関してはそういったような感覚全然ないですよね。 こういったような形でね、人一,一人ね、しかもこれ、ANA のね、キャビンアテンダントの大ベテランの人でしょそういったような人を雇ったらね、一体一年間にいくらかかるんですかっていうことをね、全然考えてないよね。 どう考えたって1000万はおるかですね。下手したら2000万ぐらいかかるかもしれないよね。こんな人、雇ったらですね。というようなこと、そのお金どっから出てくるんだよっていう話ですよ。そういったこと全然考えてないよね。結局は、エムコちゃん会いたいのよ。そのためにはね、こういったような外務省のルートもなんか当てにならないし、えー、シカゴ様はね、えー、なんか知らないけどね、えー ご家具所でね、10億円の豪邸に一人で住むということになるとねえ、まあ今まで以上にね、もう解剖もなくなっちゃう。どうしようかっていうことで、何また1000万、2000万人件費使ってですね、専属の御用係を使って、この外務省以外のルートでもね、情報を得たいと。はみたいな感じですよ。 ね、なんかね、呆れるでしょ話を聞いてるとですね。私も本当ね、ここ、特にね、特になんですけど、ここ1、2週間ぐらい、特にこのね、今回女性セブンの話ですので、先週出たですね、その女性セブンの例、ね、のお船さんのね、ビジネスパートナー逮捕という話からですね、 えー、もう昨日は昨日でさ、江ノ宮殿下が何、100万円 ?100 万円の何人不,不明金を受け取ったかもしれないみたいなね。そんなようなね、スクープを文春が出しとりましたしね。もうなんかね、もう次から次と。で、今日はこれはまたね、女性成分がね、えー、またわがまま人件費使うのみたいなね。江ノ宮家専属みたいなね、話ですよ。 もうほっとけっていう話ですよね。で、さっきもね、ちょっとここでね、お見せしてるように、その二行目に関してはさ、え天皇陛下の名、アンド、将来の、まあ、暫定ですけどね、えー、将来の天皇の姉予定。えー、なので、えー、このニューヨークの総領事館がサポートするのは当然当たり前みたいなことを言ってるわけですよね。これ、刑務所の関係者が言ってるんだと思いますけどね、全然当たり前じゃないよっていう感じですよね。 まあ、というようなことで、はい、えー、本日、えー、出てます。だから、だからね、ちょっとね、冒頭でも言いましたけども、本日のちょっと週刊誌ね、結構ね、各紙がですね、攻めてますね。えー、このですね、なんとかセブンと言われていたですね、このセブンもですね、まあ、先週ぐらいからちょっとね、あの、攻めてるみたいなね、記事を出してますね。 で、特に本日はさっき言ったようにですね、身長も攻めてますよ。で、分身は特に攻めてますよ。まさしく分身法でしょ。で、今回の女性セブンもね、ちょっと何またわがまま人権費みたいなことでね、えー、これもね、独自情報で出してますっていうような話です。えー、なのでね、本日はなんかコンビニの店員も大変かなみたいなね、<laughs> そんな感じじゃないかなっていう感じです。はい、えー、今回もね、ありがとうございました。それではね、皆さんバイバイ。